皆さんこんにちは、ののです。今日はぼっち大歓迎焼肉、焼肉ライクにやってきました。ここは11時から17時まで無限ご飯が食べられて、毎月9のつく日は黒毛和牛が半額です。今日の気分はタレ。ランチがね、特にお得なんです。どれにするか一生悩みそうです。やっぱり大好きなカルビにしました。何もかも机にセットされてるからすごく便利です。自分で火をつけると焼肉屋さんで働いてる気分になれました。今日私が頼んだのはこちらです。黒毛和牛もしっかり頼みました。それでは乾杯。 LINE 追加したら無料でウーロン茶がもらえました。肉巻きご飯はマストでやっちゃいます。カルビの油とご飯がすごく相性があって、何杯でもご飯が食べられそうな気分です。油をウーロン茶で流せば今日もカロリーゼロ。いよいよ黒毛和牛いっちゃいます。さっきのお肉よりもすごく分厚いです。黒毛和牛は高級品なので単品で味わえます。油がさらに多くてお肉が溶けてなくなりそうな感じでした。焼いてる時ってこんな真剣な顔してるのが恥ずかしい。付け合わせは玉ねぎでした。野菜もしっかり食べます。お次のカルビは一番分厚めでした。ちょこっとサムネ撮影失礼します。ご飯がもう止まりません。早くもご飯がなくなりました。ミニクライクはオーダーして自分で取りに行くスタイルです。焼くのがめんどくさくなって一気に焼いちゃいます。デート焼肉は焼いてくれる人がいいな。最近分かったことがありました。焼肉を食べてる時が一番の幸せでした。お肉はウーロン茶を引き立たせます。あっという間に寂しい寂しいラスト肉。焼肉は少し足りないぐらいがちょうどいいですね。すごく美味しくてまた来たくなった焼肉ライク、ごちそうさまでした。はい、というわけで今日は焼肉ライクに行ってきました。安くってすごく美味しいお肉だったので皆さんもぜひ行ってほしいなって思います。何よりご飯が食べ放題っていうのがすごくすごく嬉しくて、今度はお肉1枚に対してご飯1杯っていう無限ライス企画をやりたいなと思いました。はい、というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。